飯田川町は、秋田県中央部に位置していた町。秋田県で一番小さな町だった。2005年、平成の大合併により、昭和町、天皇町と合併し、片上市となる。縄文早期八郎型は形成されておらず、現在の古東部一帯は、小川半島を遥かに望む出羽式海岸と呼ばれる海岸だった。海岸線は、出羽丘陵の山際までに及び、 現在の飯田川の平地の大部分は海であったとされている。和田妹川の坂の下、井戸沢の崖に貝殻の層が発見されている。陸地であった丘陵部の古海、鳥木沢、井戸沢、松葉沢、大宮沢、坂の下からは縄文土器片、石属などが出土している。その後、小物川の砂の堆積により、小川半島が陸地とつながり、 八郎湖が形成されていった。八百七十八年、元領の乱、大地震と例外により、庶民の生活は急暴したが、秋田城市、吉峰金の税の取り立てが厳しく、南秋田郡一帯と米城川流域の土着民が、反乱を起こした。秋田城を焼き払い、お物川以北の独立を要求したが、朝廷側は、俗鎮圧に乗り出し、国、軍で管理する、 備蓄米を放出し、ようやく沈静化した。平泉の藤原一族が滅ぼされた後、大半の在地領主が源の頼朝に従ったが、古頭部を本拠としていた、大河県人だけは頼朝に降らず、1189年、頼朝との戦いの準備を進めた。翌1190年正月、本拠地とされる五条目町大戦を出発。 八郎湖の氷の上を渡って進軍したが、氷が割れ、大半の兵士が溺死した。その後も進軍するも、県人は、木こりに殺され、放棄は終焉する。県人の大軍が八郎湖で遭難した場所は、昭和町の馬頭川川口付近と推測されているが、それらしい遺物は何一つ発見されていない。1500年頃、安藤由が土崎港城主となり、 家来の三浦森長が古頭部に赴任。しかし、1589年檜山城主、安藤サネへと港城主、安藤由紀の同族間の争いが始まる。主戦場となった古頭部には、城や館が密集し、飯田川にも5カ所に館が作られた。港城主、安藤由紀は敗れ、三浦森長と共に、補助にて最後を遂げる。その際、安藤ゆきの息子、 千代若は、家来の三浦左衛門城に預けられ、後に建築して、和田頃老正規と名乗り、飯田川町和大芋川地区に今日構える。和大芋川地区に点在する、三浦聖は、この時の三浦市の流れを組むものとされている。初代秋田藩主、佐竹義信が、飯田川町下、阿武川地区に、高狩りのお休み城を構え、本人としても活用したことから、 屋敷割りした町づくりが行われる。また、宇宙街道の宿場町としても栄える。阿武川市が開かれ、海、肩の魚、野菜が商われ、全国的に有名な馬市も開かれ、秋田藩のみならず、諸国大名、幕府からも売買に来て賑わった。1879年小玉久米の助が、飯田川町飯塚地区で、醤油、味噌の醸造を手掛け、 現在の小玉醸造株式会社の前身となる会社を創業。二代目を受け継いだ小玉祐吉は、1908年に秋田市内に支店を設立、酒造りもはじめ事業を拡大、飯塚地区の区長に選ばれてからは、区内の改憲、高知整理に尽力。県会議員に選出後は、国、県に働きかけて、うご飯塚駅開業、銀行誘致、電話線の開設、 開徳寺の混流、新名社の建て直しに尽力した。1882年から豊川村にある豊川油田で石油開発の探査が進められ、1904年、長井金太郎が天然アスファルトの生成、販売を行う長井商会を飯田川町下、阿武川地区で創業、また、諸橋武次がアスファルト製造。 石油生成を行う諸橋製油所を同じく市も阿武川地区で創業した。昭和40年代国家プロジェクトである八郎型干拓事業が始まり、干拓事業による建設特需が起こる。2005年3月22日に昭和町天皇町と合併して片上市となる。重要文化財調指定文化財電話からラジオのように町の情報が聞けて、 町内限定だが、加入者同士の通話は、無料というもの。飯田川町の優先放送電話は1969年、全世帯の約6割に当たる744世帯が加入し、スタート。町内の電電公社の電話加入者数の4倍以上だった。公社の電話が普及した70年代以降も、便利さから高い加入率を維持。町直営を経て、現在は、 片上市総務課危機器管理班の管轄で市の指定管理者である一般社団法人片上市優先放送電話協会が運営する。放送局は飯田川出張所の敷地内にある片上市飯田川地域情報センター内に位置する。電話網の普及とともに県内のほとんどの市町村で優先放送は廃止されているが飯田川町と伊川町だけは 現在も残っている。飯田川町では、地域密着型メディアとして親しまれ、定時放送のほか、入学式や八六湖船釣り大会など、季節のイベントを録音中継し随時放送。列車の遅れや災害情報などを知らせるほか、加入者が急病になった時など、ボタンを押して町内会に助けを求めることができる機能もある。定時放送は1回約10分。 一日四回で最終は午後六時四十五分。直訳すると日本における人責未踏の道。ありがとうございます。